やべえ。ゆくぬのターボとノリです。今回なんとですね、新しいカメラを買いました。やっ、いや素晴らしい、いや素晴らしい、いやこれももう皆さんのおかげでございます。おかげでございます。みんなのおかげで結構ね、いいカメラを買ったんですよ。前までもね、結構ねいいカメラ使ってたんやけど、ナイトショットとか悪くて調子が、あだから今回がっつりとナイトショットできる、あ素晴らしいカメラを買ったんで、いいカメラですよ。そちらを使いつつですね、コメントで結構ちょくちょくあるじゃないですか。あーあるね。定点カメラ使わないんですかね。あーあるね。ちょ、これやりたいんやけど、カメラを24時間つけっぱなしにできる環境がないんですよ。24時間つけたとしても現象が起きてるということが全部早送りにしちゃうから、そうだね、それちょっとね分かりにくいっていうのと、容量とかあのメモリーのあの関係とかがあって、それでいっぱいになって途中で変えちゃったらまたなんかカットしただろうみたいな感じで言われると思うので、キリがない、ね、ちょっとね今できない環境なんですけど、本当にね現象は起きてます。本当にこれは本当に信じてほしいんですけど、絶対にこういう環境ができたらやりますので、24時間そちらはね本当にご了承ください。これだけ言ってももう信じひんっていう人はもういい、でもいい、それはもうそれは楽しんでみてください。でもねこの9割方の方はほんまに信じてくれてるし、僕たちのメッセージも伝わってるのかなと思うんで、このままね頑張って撮っていきたいと思ってます。そうだね、今回いろんなところに定点カメラを使って仕掛けます。おお、そう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 、でなんか起きるかもしれんから、ね、そうそうそう、容量自体がちょっとやっぱりあの1時間ぐらいしか撮れないんで、1日ではないですけど各場所1時間1時間と、おお、なるほど、撮ってで、見ていこうっていう企画です。他のメンバーにはこれ一切言わない。あ、言わない。これなんでかっていうと、他のメンバーが一人の時に何やってるかっていうのを俺ら見たいから。あ、もう本当の、そうそうそう、スオブザスを見るってやつ。ぼーっとしてるかもしれへんし、あ一人でなんか歌ってるかもしれへん。あー、確かにな。まあ、俺とか結構あり得るし。あー、お前はよく歌ってるもんな。まあでもちょっとね、そこら辺も、見どころじゃないですか。お前大体しこってんだね。しこってねえよ。全然しこってない。いや、まあまあ、そういうことよ。なんかそういうことを、ね、まあ、見れる。じゃあ何？期待ですよ今日。ナイトショット仕掛けたらもしかしたら恭平がしこってるかもしれない。そういうこと。一番怖いやつ。っていうことでね。よし、本気でやっていきましょう。よし、やっていこう。
何でゲスだ。なんだこれ、なんだ、寝る時間です。寝る時間です。寝なさい。はい、寝るの。お前3時半まで寝て2時する。そんなわけあるかい。なんかディズニーのこと考えて寝れなくなってきた。今からディズニー行こうぜ。これやん、ワンチャン今から行こうかな。それはない。なんでや。眠い。寝ないで行くっていうのもやっぱ YouTuber なのかな。寝ないで行くっていうのもやっぱ YouTuber なのかなっていう領域まで来た。どう、どうその辺。あ、もう人間あり。分かってるね。分かってる。やるって言われたらやっぱやりたくなる。そうやろな。寝よう。寝ようぜ。明日のために今日か。8時半ぐらいに出る。いいよ。